本日はですね、スマッシュです。で、まあスマッシュって当てるのが難しいんですよ。こう飛んできたボールに、落ちてくるボールにこうしっかりミートするっていうのが難しい、当てるのが難しいっていうショットなので、まあコンパクトなスイングっていうのがね必要なんですけど、必要っていうかコンパクトな方が当てやすくはなるんですけど、ただコンパクトって何なんだっていうところですね。まあ、ちょっとこじんまりして打つわけいかないので、コンパクト、その今日はねコンパクトについてお話しますので、よろしくお願いします。でまずスイングなんですけど、こう、ね、あんまりこうガチャガチャこう動かさないで、比較的直線的に腕が動くといいですよっていうところなんですけど、この例えばね、ここからここまで動かすっていうんだったら、ね、ここからここまで動かすってコンパクトにするんだったら、ちょっと打点に近づけたところからスタート、ここからここに来る、そしたらスイング幅短いのでコンパクトですよね。なのでこう入る、ここからよりもちょっとこうしてあげて、で打ってあげる。でそうすると、まあハイボレーの要素もちょっと出てきたりとかするんで、まあハイボッシュ寄りなスマッシュにはなるかなとは思うんですけど、ただここからね、こう入ってくるからコンパクトにはなるんですけど、せっかく上の方にセットしててもこう後ろの方に持ってっちゃうと、これはコンパクトになりませんので、なのでまあどちらにしてもこう直線的に振りましょうねっていうのが大事になってきますよっていうところです。ちょっと、そう、この、まあ、このぐらいからグンと持っていくのが、まあ、通常だとしたらですね、まあ、ちょっと高めからここら辺から打っていってあげると、まあ、比較的打点の近いところにセットしてあるので、まあ、当てるまでの時間も短くなる、スイングの時間も短くなるし、おっ、でもちろんね、パワーはね若干落ちる部分ではあるんですけど、当てるっていうことにフォーカスするんだったら、若干のパワーのロスはね、まあまあ目をつぶって、まあ、安定感っていう方向に行かれるといいかなと。でこうしちゃうとね、ここからこうちょっと大げさですけど、こう構えて後ろに持ってっちゃうと、今もちょっとねナチュラルにミスりましたけど、難しくなる。でなると、まあ、どちらにしてもこの回線で飛ばす、腕自体はこう動かすんですけど、回線で飛ばすっていう技術がね必要になってきますので、なのでコンパクトにするためには回線、手はまっすぐ回線で飛ばすっていうのが、ね、必要になってきますよっていうところです。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。